石毛ひろみち TV。 はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、はいはい、日本ハムですよ。そうですね、はい、話題が豊富ですね。そうですね、新庄監督、ビッグボス、はい、うん、そして開幕3連戦のあのもう目まぐるしいピッチャーの継投とか、うんうん、まあいろいろありましたありますが、4連敗。そうですね、まあ、結果4連敗ですね。最初のソフトバンク戦は遊びだって言ってましたよね。そうですね、うん、本拠地が開幕なんだっていう、はいはい、でまあ、昨日見事ないろんな、はい、なんですか、考えてなんか出てきましたよね、うんうんうん、空を飛んできましたけれども、ね、うん、はい、サプライズは本当楽しませてもらえるんですけどね話題はいいですね、うん、ちょっと僕が思うね、はい、プロ野球って何だろうかなっていう今思ってるんです、うん、はい、あの新庄監督がああいった話題でプロ野球を宣伝してくれるすごいありがたい話です、うんうん、だけどプロ野球ってね、うん、あのこのアマチュアの選手が、うん、そのいい選手、スキルを持った選手がいいよね、プロで通用するかわからないよねって、ぜひプロ野球に来てくださいって言って、はい、ドラフト指名によって、はい、ドラフト指名を受けないとプロ野球になれないわけですよ。でプロ野球の世界に入ってきました。でプロ野球の世界っていわゆるその特殊技能者といって、その技術が素晴らしい人との集団で、はい、なおかつ一球団70名という枠があって、そこでいろんなポジショニングがあってね、でそこで競争して、競争に勝った者がレギュラーポジションを取ってゲームに出てくるわけですよね、はいはい、まず70名という枠に入ることも大変だし、うん、それからまた1号枠28名、そしてレギュラーポジションのいう、まあ、9名8名という、はい、これにはすごい毎回毎回競争があるわけですよ、うん、でその競争に勝った者がレギュラーとしてゲームに出て、うん、素晴らしいプレー、お互いチーム同士の素晴らしいプレーのぶつかり合いで、それを商品としてプロ野球の興行になったっていくわけですね、はい、でその素晴らしいプレーをお客さんは入場料っていうものを払って、うん、グランドに、スタンドに足を運んでくれる、その入場料が選手の給料になっていくわけですね、はい、で競争に勝った人間がゲームに出るということは、当然背中に背負ってるもの、背負ってるものがあるんですよ、うん、同じチームメイト、ライバルに勝った、はい、責任、はい、そしてまたプロ野球選手になりたくてもなれなかった人間の夢を食ってグラウンドに立ってるわけですよ、うんうん、そういったいろんなものを背負ってグラウンドに立ってるんですね、うん、で競争に勝ったから俺はレギュラーで頑張るよっていう、でその人間が野球を通じて人生をかけて、戦っていくわけですね、はい、僕はそういうふうにプロ野球界を思ってるんです、はい、うん、で新庄監督が、まあなんだろうな、そういう選手 の、うん、まあ、あの気持ちを理解しているのか、うん、まあ、当然理解していると思っています、うんうん、ですが、監督1年目で、うん、その自分の戦力があんまり把握できてない、うん、キャンプオープンして足りなかった、うんうん、なおかつ、前半はこういう形でやっていくんですよみたいな、そういう面では選手に伝えていけば OK だと思うんですけど、うんうんうん、なんかそういったなんかこういろいろちゃんとコミュニケーション取っていれば僕は OK だと思うんですけど、うん、まあ、当然取ってると思います、うん、取ってそうなイメージはあるんですけれども、うんうん、まあ、でも本来はそのキャンプ中なりにその判断をして、公式戦は、まあまあ、まあ、ちゃんとやればいいのになっていう感じ、うん、いやいやいやありますか、まあ、ちゃんとやってはいるんでしょうけどね、はいはい、うんうん、だからまあ監督の仕事でじゃあ逆に何つったら、はい、競争という、なんていうのかな、場を提供して選手たちがこうスキルアップできるような環境を与えてチームを編成して、そのチームで優勝を目指しましょうというのが球団あるいは監督のやる仕事かなとは思ってはいるんです、うん、だからまあ、当然そういうことだと思ってますけど、うん、それをまあ球団がハムのファンの方々がどういう目で監督を支持し、はい、あるいは認めて少しの時間を猶予を与えて、はい、まあ、そういった球団の姿勢とか取り組みも、まあ、これから注視して見ていきたいなというところですよね、はい、まあ、今のところまでの4戦っていうのはその新庄ビッグボスのなんていうか狙いはことごとくまだ、選手の見極め的なものを実践でどうなるかというのをこう探っているのかなという気がしますね、まあ、確かにまだスタートしたばかりだしなっていうところは、うん、
まああるのかもしれないし、うん、ファンの皆さんもそう思ってるかもしれないですけど ね。あと監督のみならず他のコーチもいるはずなんで、はいはい、コーチの方々が選手とどう向き合っていくのか、うん、これもちょっとこういろいろ見ていきたいところですね。チーム内の雰囲気が今後どうなっていくのかっていうのが大きく関わってきそうですね、成績に。そうです、はい、であとは僕逆にね、はい、西武ライオンズ、はい、私の古巣ですけど、はい、今年はなんかすごいいい雰囲気だなっていう気がする。山川の状態もいいし、森もいいし、はい、隅田佐藤という二枚看板の左ピッチャーの活躍もあるし、はい、なんかこうすごいこう期待できるかなという。若手もベテランも、うん、でね、はい、この間、昨日の3月29日のゲームで殿崎という人間選手が、はい、ノーアウトランナー二塁で追い込まれて右方向に進塁打を打ったんですよ、はい、でワンアウト三塁になって栗山が外野フライを打って1点取ったんですね、はい、でこれってつなぎっていうところで、はい、その選手の役割をこう殿崎は果たしたわけですね、意識を持って、はい、でこの意識っていうのが僕はその球団のカラーなのか伝統なのか、うんうん、あるいは監督の教育なのかわからないんだけど、そういったものがこう積み重なって、チーム力として相手チームをこう圧力かけていくみたいなのがあって、それが西武ライオンズのいい時に、まあ、この辻監督がやって3年目4年目くらいいいところがあったんですけど、はい、そういうつなぎの野球を意識したものになりつつあるなというところで、それを垣間見れた、うん、あ、西武ライオンズちょっと違うな今年はという気がするんですね、はい、だからまあプロ野球って、うん、なんだろう、結局は優勝するためにという大きな目標があって、そこに向かっていくから、で勝つためにどうするんだっていう、そこら辺がやっぱりこう、まあ、西武ライオンズ昨年最下位になったんで、その反省も踏まえてよりもう一度野球を見つめ直そうと思ってスタートしてるのが今年の西武ライオンズなのかなって気がするんですね、うん、だから他の多分、5球全部パシフィックリーグ球団ハム以外には、今僕が感じるところですよ、はい、ハム以外の5球団は優勝という向かってのスタートライン、はい、ここからスタートしてる、うん、ハムはとりあえず現状戦略の見極めというとこからスタートしてるところがあって、うんうん、ちょっとこうスタートラインが違うところに、うん、今ハムと他の5球団があるのかなっていう、うん、はい、印象を持ってます。でもまあ今後ハムとでこれで終わるわけじゃないでしょうから、うんうん、はい、今後新庄監督のもとでどうやってチームが変わってくるのか、うん、ああ、それをちょっとこう今後ずっと見ていきたいですね、うん、そうですね、はい、多分ファンの方もそうじゃないかな、うん、みんなでこう関心を持って、ね、はい、日本ハム今年のパシックリーグ NPB の戦いを注視して見ていきたいと思ってます、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。